おはようございます。西田渉です、えー。3月20日月曜日というところでいかがお過ごしでしょうか。えー、今日は当日収録でございます。なので、ちょっと普段9時半に配信してるんですけども、えーっと、どうでしょうか。ちょっと遅れちゃいそうですね。というところで、えーっとまあ、いよいよあさって N 点ですよね。もう毎日言ってますが、N 点、N 点ということで、すいません。ですが、明後日から、明日あさってから N 点でございます。非常にね、 えー、楽しみにしてる次第で、ぜひとも、今日はちょっと外交が朝の光が入ってるので、普段えっ、ー、と、1 100分の 1F4、椅子4000でやってるので、ちょっと明るいですよね、全体的にね。まあ、えー、ご容赦ください。まあ、朝っぽい雰囲気っていう感じで味わっていただけたらと、こうしたまだちょっと寝癖みたいなのおお起き抜けでお話しするので、申し訳ございません。ということで、N 点、えー、皆様とお会いできるのを楽しみにしておりますっていうところなんですけれども、えっ、ー、と、昨日、 えーとまあ、今日のテーマ、えっ、ー、と、AF っているのかなみたいな話。これは僕のあくまでも写真家目線でのお話。でも最近では、仮に仕事で、うーん、まあ人物撮影だったとしても、トラッキングっているかなみたいな話の流れですいや。もちろんこれからのカメラの進化、防犯カメラの目線とか、そういったところではトラッキングの進化、非常に重要なんですけども。 写真作品を撮っていくとかまあスチールの仕事ですよねそういった面からでもここ結構難しいラインである程度記録の要素が求められる、えー、撮影仕事においてはピントが合っている適正露出ブレてないというこのね基本的なことは必要なんですけれどもまあ AI とは言わずともここまでコンピテーショナルな写真が えー、撮られていく時代にあってまあほとんど必要なものってもうこれからフォトストックみたいな世界でいいじゃんっていうところになっていくはずなんですよね。あえて人が撮る意味がある写真っていうのはむしろちょっとピントがずれていたりとか、えー、不完全なものっていうところに作品性だったりとか価値が出てくる可能性がありますよね。そうなった時に まあこれなんでかって言いますと、昨日、ずっと最近では R8 使ってたわけですよ。やっぱめっちゃ便利ですし、とはいえ、で、きで,で R8 昨日返却したので、昨日久しぶりね、こちら、ライカ使ったんですよ。M11 のライカ使って、使ったんですけれども、ってった時に、まあ要は、まあ F16 に置いて、F16 に置いて、でまあこういう大体16で合わせて、みたいなこの、 フォーカスのところを F16 あたりに合わせてっていう風にして、まあ、撮っていったわけですけれども、まあ、要は押すだけで映るから楽なんですよねでピントはまあそこ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 映ってるって感じですよまああのまあある程度面で撮ってるのでねゾーンフォーカスでなのででも写真としては成立してるんですよそしてあっと思った瞬間だけを撮っていくからやっぱりこのフレキシビリティっていうかレスポンスとかそういったところやっぱ素晴らしいんですよね ななんかそう考えた時に結果こうオートフォーカスで R8 のフォーカス性能がとか R6M2 のあのオートフォーカスとほぼ同等とかまあ空では飛行機はあんまり認識しないとかでもぶっちゃけですけどなんか例えば飛行機とかなんですけど。うん じゃあ飛行機だ空だってなったらこれを無限に合わせてシャッターパチって切っちゃえばもうドンピシャでピンと合うわけですよねもうめっちゃ遠くの空を飛んでる飛行機ですからなんかじゃあその空のコントラストの中で飛行機と空をカメラに強引に頑張って一生懸命認識させる必要があるのかっていう。 まあもちろんこうガーって動いてきて、離陸、着陸しようとしてる、うーんと、航空機を超望遠とかで何かこう流し撮りとかってなると、もちろんオートフォーカスの精度をトラッキングとかっていう、そして流し撮りのスキルとかっていう世界になるんですが、えっとまあもちろんそういうのも素晴らしいんですけども、ゆくゆくそういう、そういうものすらもうデータベース化されて、あの、ある程度、 なんていうのかなななストトックフォト的な世界観で出てくるはずなんですよねそこれが芸術というか個人の本当の意味での作品として、えー、の残るかというか価値が出てくるのかとかいろいろ考えていくとだんだんとたどり着いていくのはもう本当写真においては軽くて。 写りが良くてっていう。まあ別に僕、ライカを絶賛、冷散してるわけではないんですけれども、あの、他のメーカーで,で出てくれば全然他のメーカー使うわけですよ。ライカぶっちゃけ高いですから。ですがこれしかないから今、ライカ使わざるを得ないんですけど、なんか国産メーカーとかでも、ここまで写って、割り切って、もうマニュアルフォーカスでっていうような、 カメラ出してくれないかなっていう感じが最近し始めてます。もうそのオートフォーカスが一回もう投げ捨てて、徹底的に写りのいいレンズとコンパクトな、えー、コンパクトなカメラで、えー、すごいシーモスセンサー、すごいっていうのは解像感の高いシーモスセンサーですよね。まあ、要はもうライカの丸パクリでもいいから国産で、レイジファインダーじゃなくていいんですけど、 その出てくれないもんかなっていうオートフォーカス一回置いときませんかっていうお話です。皆さんどうですかね。あの多分キャノン機とかソニー機使ってる人にとっては撮ってみればもうカメラ任せのオートフォーカス使うのが当たり前にはなってると思うんですけども、仮にまあキャノンと僕みたいにキャノンとライカを使ってるとかっていうことで日常の中でオートフォーカス機と マニュアルフォーカス機を併用している方とかいらっしゃれば意見聞きたいんですけども僕自身が、まあ、正直ライカを使っててマニュアルマニュアルでねフォーカスを合わせてて今不便を感じないんですよむしろマニュアル機に慣れてきちゃうと例えば R8 使っててもそのあ間違えたっていうか僕が狙ってたところと違うところに、えー、とカメラがピント合わせてしまうと 要は、僕の中で失敗になっちゃうんですよね。その、その、なんていうのかな、ストリートフォトみたいなもの自体が。本当はここ被写体行きたかったのに別のところトラッキングしてて、そっち拾っちゃって、その瞬間はもうその瞬間でしか撮れないから、結果僕の中でボツカットになってしまうっていうことが何回かあって。それはまあ、もしかしたらですけど、僕はまだ R8 をね、乗りこなせてないというか、使いこなせてないから起こり得る現象なんですけれども、マニュアルキーで慣れてしまえば、 もう自分があそこを見たいってなったらそこを合わせればいいわけですから逆に楽ですよね。しかもまあ多少のピンズレが起こったとしてもそこに合わせようと頑張ってはいるんで大体そこには大体合ってくれるじゃないですか。そう考えた時にねあのなんか最近オートフォーカスで明らかに違うところをフォーカスされて自分が撮りたかった主題の部分が大幅にボケるぐらいであるのであればいっそのこと そまあマニュアル機でねちょっとピンズラを起こしててもそこを頑張ってピンと合わせていく作業っていうこっちの方が最近いいのではないかなとかっていうことでだんだんとなんですけれどもそれこそこういった作品展とかまあまあなんていうのかな写真作家みたいなところでやろうとしていくとだんだんとオートフォーカス自体もまあ R8 は R8 でね、もうずっとその R8 を使っていけば、おそらく陣馬一体感が出てきて、フォーカスの癖も捕まえてきて、タッチフォーカスとかでね、やっていくとか、うん、とかもうだんだんとこう、R8 もそうですかジョグダイヤルなら,ならぬ、この背面液晶でね、ぐりぐりしながらフォーカスポイントを選ぶっていう、フォーカスポイントを選んでる間にマニュアルフォーカスだったら、これだけでフォーカスが合うわけなので、結果一緒だよなとかって思い始めるんですよね。この親指でいろんなところをフォーカスポイント探るぐらいだったら、 この横で、この動きだけでフォーカスが合うわけですからね。何か、なんていうのかな、マニュアルも AF もだんだん変わらなくないっていう、そのトラッキングに関しては素晴らしいと。あの、ミラレスとかね、キャノン機は。ただトラッキングってそんな使うかなって話で、えっ、えー、と、 ストリートフォトとかを撮ってると、あそこを撮りたい、ここを撮りたい、そしてあそこにピント合わせたいとか明確になってくるとトラッキングではないんですよね。で、カメラ任せの AF でもそこに当たるとは限らないっていう風になると必然的に何かしらフォーカスポイントは自分で設定してあげなきゃいけなくなると。そうなった時にマニュアルも AF もどっちみち自分で選ぶのであればそんなに変わんないよねっていう話になってくるかなと。で、やはりスポーツフォトグラファーの高須さんとも話したんですけども トラッキングに関しては、アイススケートとかに関してはトラッキング完璧。絶対そっちの方が助かる。なんでハニー、羽生結弦さんとかを撮るときは R3 の方がいい。だけど、いろいろ入れ違うバスケット、アメフトとか、そういったラグビーとかの世界になると、サッカーとかの世界になると、やっぱり AF が粘る 1DX m a ク k i i がいいとかっていうことで、結局 AF 頼みは頼みなんですが、結果やっぱカメラの性能でも大幅に、未だにまだミラーレスに、 プロが乗り換えられない理由もあったりするっていうところで、えっ、ー、と、まだまだカメラの進化っていうところは、えー、もちろん大事なんですが、ここに関しては最終、まあ、ムービーとかをね、考えるとね、まあ、もちろんオートフォーカスの、まあ、性能も大事ですが、ムービーの人もね、結局最後マニュアルで合わせてますからね、こうね、こうグリグリと回しながらね、置きいピンにして、そこに合うようにバミって、演者を立たしてとか、そういったことやりますから、 何か結果映像なりスチルなりを究極で撮っていくってなるとまだまだと言いますか将来的にも結果人力マニュアルフォーカスっていうところが大事なのかなっていうふうに改めてね今回 R8 を使った後に昨日かな久しぶりライカを使ってマニュアルで合わせた結果うんマニュアルフォーカスなのかな結局などと思った次第でございましたって,いうっていうところで今日も菅家のお過ごしください西田敦でしたどうも。